ナです。私たち今台中にいます。やっとあれができました。あれずっと待ってましたよ。なんだろう、台中、MRT MRT できたんだ。そう、確かにズズがさ最初台北に行った時に乗り方分かんなかったって言ったよね。そう台中はまともはなかったよ。実は去年できたけど、今はまだテストの状態。4月の末から正式になる。なるほど、じゃあ私たちは一足先にテストを体験できるってことかな。そう、ということで今日の曲は台中の MRT を紹介したいと思います。今私たちは台中の東鉄にいるね。でここからもう乗れる。便利だね。そう、台北駅と同じでしょ。じゃあ今から台中の MRT 出発。はい、皆さん来ました。高鉄の改札から歩いて大体1分ぐらい。確かに超近い。超近いね。でここは台中の MRT で、もう隣は台鉄。お城超かわいいね。台中の MRT の特徴はめちゃくちゃおしゃれ、で聞いたのは一番おしゃれなところはもちろん駅もおしゃれだけどトイレがおしゃれ。絶対行かないと。でトイレはなんか駅によってテーマが違う。例えばプリンセスのとかかわいい雰囲気の。じゃあ早速ですか、そこら辺の乗り方と皆さんに紹介しますね。はい、こちらどうぞ。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いっぱい質問あるんだけど、はい、1つ目、ヨーヨーカードで使えるの？そう、使える。あ、使えるんだ。じゃあそのまま台北のやつを持ってて使えるってことだね。そうです。で今は、台中 MRT は緑線だけ。なるほど、これからもうちょっと増えていく予定あるのかな。かな、予定あるけど、いつぐらいわかんない。ちなみにさ、お金とかってさ、台北の MRT に比べたら大体同じぐらいかな。大体同じなんだ。そうそうそう。で、今はテストの状態だから無料。今は無料。でも4月の末から表示されてる金額なんだね。そうです。台中の市内ってどこら辺なの？台中の市内はやっぱり市政府かな。台北にもあるよね、市政府ね。そうそうそう、台中市の市政府。なるほど。そう、じゃあまずは朝ごはんの時間ですよね。お腹すいた。じゃあ台中人絶対してる朝ごはんに行きましょう。うわー、今から台中市内に行きますので、ちょっと計算してみよう。おどれぐらいかかる。そうしよう、そうしよう。はい、着きました。この駅は、ここの駅の名前は文心樱花站。めちゃくちゃかわいい。かわいいでしょ。桜隣の道は桜道だから。なるほど。でさっきの台中相鉄駅からここまではだいたい23分かかった。おお、なるほどね。でもタクシーで行ったら普通は超お金かかるよね。そうそうそう、35元。おお、お得ね。お得や、私たちが大好きね、お得。じゃあ今からこの駅の近くの超有名な朝ごはん屋さんを紹介したいと思います。めちゃくちゃ大きいね。そうそうそう、ここは甘い豆乳だけど、でも牛肉が有名なんだよ。へー、
普段の朝ごはんさんが見えないメニューもあるよ。例えば？例えば、まんじゅうと牛肉の組み合わせ。おお、見たことないね。で、ここ一番有名なのは、この牛肉三品みたいな感じ。おお、中に牛肉が入ってるんだね。そう、あと、豆乳も注文しました。で、もう一個はこれ、ごぼうだ。なんかネギのさ辛みがあってピリリとしてるアクセントがあるね、うん、でも美味しい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 けど一番苦手なものが入ってる。そう、キュウリ？キュウリとパクチー。え、パクチー入ってる？あ、ほんと。でもあの牛肉本当に美味しいね。美味しい美味しい、香りがすごいあるね。この豆乳めちゃくちゃ濃い。びっくりした、なんかもう豆を飲んでるみたい。そうそうそう、あとちょっとだけ焦げるという香ばしさがある。うんうんうん、本当に美味しい。これじゃあ次ロボガンも食べよう。オッケー、いただきます。しかも駅から近いね。そう、この駅はこの朝ごはんも有名だし、あと車に乗ってだいたい10分くらい本社有事に着く。おー、すごい便利。じゃあ食べ終わったら次の駅に行きましょう。はー、着きました。ここは市政府駅。おー、台中の市政府駅だね。そう、こちらに見えるのが市政府です。わー、広々として気持ちいいね。この駅の近くにいっぱいショッピングモールがあるよ。おー、じゃあお買い物の時は市政府駅で降りればいいんだね。そうそうそう、あとここ市政府の向こうはめちゃくちゃ有名なスポット、うん、台東国家歌劇院がある。おー、観光スポットの一つでもあるよね。めちゃくちゃ綺麗ですよ、夜の時。おー、あともう一個夜のスポットはあの超本宮、そこら辺家族で来てもすごい子供から大人まで楽しめるね。じゃあ、うん、次のスポットに行きましょう。着きました。ここは何駅？ここは文心森林公園。何が有名なの？やっぱり公園が有名ですね。そりゃそうだね、名前にもついてるもんね。ダンス人公園みたいな感じ。あー、なるほど。めちゃくちゃ大きい。ここらはピクニックはぴったり。確かに周りにもたくさん学生さんがいる。学生さん今からピクニックタイムです。わー、羨ましい。ちょっと散歩しよう。わーい、散歩しよう。散歩するみんな。ちょっと待って、散歩なんかじゃない、散歩。これはステージ？ステージ、そう、劇場。わあ、すごい。私のステージどこ？もう夜ですね。本当だ。次の駅はどこ？次の駅は大庆站。あんまり聞いたことないんだけど、何かある？この近くにね、めちゃくちゃ大きい夜市があるよ。お、じゃあ行くか。行きたいけど、でも今日は月曜日。この夜市だったら水土日だけ。なるほど、あ、残念よ。でもこの夜市は本当に美食がいっぱいある。皆さんぜひ水土日にぜひぜひね、そうそう、来ていただきたいね。なんか結構台中の MRT の近くにいっぱい夜市あるよ。台中の夜市を巡りたいときはぜひ MRT を利用していただければね。そうですね。じゃあ今からまた台中高鉄に戻ろう。イエーイ。台中高鉄駅に戻りました。嬉
たくさん旅ができた。そう、今までタクシーに乗ってた分が近いし便利だし、しかもお金も節約できるっていうのがすごい嬉しいな。なんか私毎回台中に帰るときね、タクシーで市内に行ったらすごいお金かかるよ。安くはないね。本当にありがたいですよ。台中の MRT がどん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 発展するといいね。どうか私の公共、ちょっと港の方でもう MRT もお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ皆さんもし台湾に来たらぜひ台中の MRT も体験してみてくださいね。ということで今日の動画はおしまい。まあ、次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。バイバイ。この動画が好きなら高評価としてグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターもフォローお願いします。楽しみになります。それじゃあバイバイ。